皆さんこんばんは、ななみです。今日は、私のこの珍しく薄い感じのメイクから私のいつもの濃いメイクにしていくこうポイントを紹介しながらメイクしていきたいと思います。そしてメイクのノリも良くするための最近のスキンケアも紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。今ねほらだいぶねこんな感じで薄いと思うんですよ、いつものメイクに比べたら。なのでここからどんどん足していきます。こういったコンシーラーを足していきます。ここら辺ですね、私はこのねやっぱ人ってここを綺麗にすると肌が綺麗に見えるので、ここにまずはコンシーラーを足していきます。このねゾーンを綺麗にしていきたいと思います。もう結構本当急いでる時とかは全然コンシーラー塗らないで出かけちゃうので、まあ、今マスクもしてるしねあれなんですけど、ここはね結構綺麗にしていきたいポイントなのでここにのせます。そしたらパウダーをねちょっと重ねます。ここに光が当たった時に綺麗になるように、ここにねプレッシャーパウダーをまたさらにのせることによってよりねそばかすをカバーできてるかなと思います。今日のアイシャドウはちょっと違うものを使ってるんですけど、そしたら自分に合ったアイシャドウ、足していきます。私今日はこのカラーを足していきたいと思います。ちょっとこれだとねかなりベージュのカラーに近いので色味を足していく感じでのせます。この目尻ら辺に私は足すと結構顔が変わるのでこの辺からのせます。はい、もうこれだけでねだいぶいつものね目元がね仕上がってくるんですよ。で下まぶたもここにものせていきます。さっきはもう全体的にベージュっぽい感じだったのでここにブラウンをのせます。これだけでもね本当にいつもの私に近づきました。そしたらマスカラを塗っていきます。濃いめのやつですね。今はだいぶ薄めのものをつけているのでこういった濃いマスカラを上から重ねていきます。これはまつげが長い人だったらもっとね迫力が出ると思います。私は短いのであれなんだけどだいぶ違ってきたと思います。なんだろう、毛束がこう太くなっていく感じで目力がより強調されます。はい、こんな感じで下もちょっとできれば塗って濃くしたい。こんな感じ、濃くなりました。で、そしたらラインを描きます。こんな感じで目尻をね足していきます。横幅を出していきたいので、全然違う。目尻は本当にこれを足す足さないでだいぶ目の横幅変わるので、うん、デカめにしたい方はやっぱりラインは長めに引いた方がいいのかなって思います。このね下のこの粘膜のところ、ここを塗ります。濃くなってきたそしたらこの上のね粘膜の部分も塗ります。どうでしょうか、比べてみると、こっちの方がねナチュラルに仕上がってて、こっちにするとこれラインを引くことによってもっとグッと目力が出ます。はい、こんな感じです。かなり変わってきました。そしたら下まぶたにちょっと、ね、明るさをプラスします。なんかこれがねこれをすると若干暗くなってたと思うんですけど明るくなるので、好きで、こういうベージュっぽいカラーっていうのかな、下まぶたにのせるのが好きです。
したらハイライト、これが結構私の派手顔になるポイントなのかなと思うんですけど、こちらのゴールドのカラーをのせていきます。これを鼻根だったり、この頬骨のここですね、この辺にのせていきます。あとおでこですね、と顎、そしてこのね、唇の上にも、ここにものせます。この目の横、はい、こんな感じでしょうか。今ね、抑えめのカラーつけてたんですけど、濃いカラーをのせていきます。はい、色味こんな感じ。はい、ということで今ね、全部足していつもの濃いメイクに仕上げました。はい、こんな感じ、いつもの、濃いメイクが仕上がったかなと思います。私は新しいコスメを試すときに、こういうメイクをしたらどんな顔になるかなっていうのがあるので、普段メイクを落とす前にこんな風に、まあ、足したり引いたりとかして、もう一気にメイクを落としてます。ほぼほぼ毎日メイクしてるので、まあ、スキンケアっていうのはかなり重要で、この時期は花粉とかもね飛び始めてて、まあ、乾燥がすごく気になるので、とにかく保湿が大事です。なので最近はこの肌美声の超浸透 3D マスク、こちらを使用しています。保湿タイプ、このピンクのやつね、とこの青いのが美白タイプで、このオレンジのが超もっちりタイプになってます。私はその日の肌のコンディションだったり、次の日のことを考えて、まあ、使い分けてるんですけど、今回はこの3種類の中のこのね、超浸透 3D マスクのエイジングケア保湿タイプを使っていきたいと思います。そもそもなんでこのマスクを気に入って使用しているかというと、このマスクについてるこの耳、これがね、あるので広げやすいのと、この顎の下まであるシートがあるから、よりね、保湿範囲が広くなってていいんですよね。では貼っていきます。この時点でおって思うかと思うんですけど、2枚のシートをね、つないでるので顔に合わせやすい立体的な加工になってて、より密着してくれて、剥がれにくくなってます。で、こんな感じで小鼻の隙間もぴったりと装着します。結構これ固定しやすいんです。で、最後にこの顎の部分を引き上げて、これをすることでずり落ちてきたりする心配もないです。使用時間はだいたい5分から15分程度で、まあ、長くつけていてもこのマスクはね、乾きにくいなって思ってます。ここにも書いてあるんですけども、濃厚美容液がね、30ml も配合されているので、特にね、この季節花粉もありますし、まあ、乾燥が気になるのでこちらを使用しています。やっぱりね、次の日のメイクのノリのためにも夜の保湿マスクシートはやっぱり欠かせないなって思います。このマスクは乳液を塗らないで、このまんまクリームで押さえて就寝っていう方法もできますし、手抜きしたい時にはね、本当にもってこいのマスクだなって思います。そして今 LINE ポイントがもらえるお得なキャンペーンもやっているそうなので、気になった方はぜひ概要欄から、チェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。